先日私中森が武田塾鳥の子に行ってまいりました。勉強方法から学べる熱心な指導で勉強習慣がない生徒でもどんどん勉強ができるようになっています。ぜひ概要欄から動画をご覧ください。皆さんこんにちは、清水です。本日も一問一答やっていきましょう。大学受験をする上で地頭って大事ですか？というか地頭って何ですか？大事は大事だと思いますね。受験相談に来てくれた段階で、あ、この子を勉強して伸びるの早そうだなって思う子の特徴としては、3つくらいあって、1つ目が国語力で、もう1つが勉強慣れをどれぐらいしてるか、あとは課題解決に対してどれぐらい慣れてるかっていう、このあたりは、元のポテンシャルとして見てもいいのかなと思っていて、国語力っていうのはやっぱどの教科をやる上でも日本語をどれだけ正確に読めるかとかっていうのは、特に参考書学習する上ではすごい大事だなって思ってますし、今までの人生経験上語彙力がどれぐらいあるかっていうのは、受験勉強っていう風に本格的に入る前のベースの知識として結構差が出るなとは思ってます。あと勉強慣れっていうのはもうそのまんまで、今まで全然勉強できないしてない人が10時間勉強するのと、それなりにやってた人が今から10時間勉強するのって全然ハードルが違うんで、慣れてない人はもうこれから無理やり慣れるしかないですけどね。あと課題解決っていうのは、つまずいたとしてもじゃあこうすればいいんじゃないかなとか、もっとこうすれば効率よくなるんじゃないかなっていう風な発想に慣れてるってことですね。これ勉強に限らず、日常生活のいろんなこととか、部活動とかでもそうだと思うんですけど、そういう思考を今まで結構たくさんした人は有利かなと思うんで、あ、やべえ、それ全然できねえっていう人は意識的にそういうのを勉強に組み込んでいってもいいかなと思います。新高3国公立文系志望で数学が共通テストまでなんですが、共通の数学ってコスパ悪いのであんまやらなくていいですかね。これ確かに2022年度の共通テストの数学は平均でめちゃめちゃ低いっていうのは皆さんご存知だとは思うんですけども、まず結論から言うと、全くやらないのはちょっとリスキーかなと思いますね。どの科目に優先的に時間を使って、こっちから優先的にやった方がより点数を早く上げられるっていう戦略はあるんで、そういう意味で言うと、例えば英語に時間を優先するとか、理科基礎とか社会2科目目を優先するっていう判断は全然あってもいいと思うんですけど、ただ来年その共通テストの数学が今年のままとも限らないんで、意外とあれちゃんとみんな稼いでるみたいなことになる可能性もあったりはするんで、全くないのはちょっと微妙かなと思うんで、時間を削るとかはいいと思うんですが、それなりに対策はしっかり時間取った方がいいかなとは思います。平日と土日で勉強時間の差がすごいんですが、どういう風にバランスを気をつけたらいいでしょうか。毎日やる勉強と一気にやる勉強っていうのをまず分けた方がいいと思います。で、毎日やった方がいい勉強っていうのは、典型例は例えば英単語とか暗記とかで何回も何回も繰り返す必要があるものは基本毎日やった方がいいかなとは思いますよね。現代文とかコンスタントに演習をしていった方が、その科目として長期的に見た時にいいものとかも毎日やった方がいい対象になってくるかなとは思います。あとはやっぱりその優先度の高い科目ですね。時間がないうちは優先度の高い、英語とか数学は毎日やって、正直理科とかやってる場合じゃないっていう、平日になっちゃうんだったら、そういうのは土日に一気にやるみたいな使い分けをしてもらえると有効活用できるんじゃないかと思います。これ以前挙げた食習慣の動画にコメントついてたんですけど、清水先生への偏見っていうのがあって、1日2食層、これ1日1食なんですよね。2つ目、朝ごはんスムージー層、朝ごはんは食べないです。5時半起き層、5時半はさすがに起きないですね。僕らの仕事ってちょっと言い訳かもしれないですけど、夜遅いので、だいたい8時9時とかかなと思います。バナナ好き層、嫌いではないですね。はい。で、ラーメン食べたことなさそう、食べたことはさすがにあります。そんなにたくさんは意識的に食べないようにはしてるんですけど、食べたことはありますね。で、彼女とのデートで無理していっぱい食べてそう、彼女がいるかどうかは別として、他の人と食事する時もあんまり頼みすぎないようにそもそも気をつけてます。サーモン好きそう、サーモンは好きです。はい、本日の質問はここまでとなります。で、私に質問がある方はどしどしコメント欄にください。今回は以上です。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。